今度の人氏は、結局、一番外側の世界に入りたいだけなんですよ。ママの中でも迷い込んでる、それをもうやめたいんですよ。で、やめたらいいのね、たんは思うけどね。ようやめないんですよ。なんで、未練があるから。執着があるからじゃない。未練や執着があったら脱出できないよ。そう書いてあるでしょ、仏教に。書いてなかった、仏教に。絶対書いてあるよ。仏教の一番重要な理論やから、それ。根本理念やから。執着をなくそう。そうしないと因縁は消えない。故に脱出できない。というような話を、般若心経には書いてある。だから般若心経は正論に過ぎない。格論はあなた方の悟りだよってことだけど、それはあなた方が本当に論理的にご自分自身を自己分析できてます。自己分析じゃないね。自己分析できてます。自己じゃないね。アクシデントじゃないね。ご自分たち自我をちゃんとご自分たちで分析できてるの、本当に論理的に。それできたら脱出できるのになって書いてあるの。不安な心境。で、ひとしは結局、例えば、ガラ悪いおっさんとの唇で喋ったりしたら、また払わなあかんの。それを甘につけとくって言ったら、甘にその人返しに来るの。いいとか言って。ひとしの場合は払わなあかんけど、それは間のせいって言うと、その人は間のお金返しに来やがる。ね、人しか巻き上げる。どっかで人しその人のところを殺されて活用されてるんだ。その恨みでその人使ってるんでしょうけど、でも活用された金額を返ってきてる？返ってきてないでしょ。だから、いつまでもそうやって、柄あるしゃべり方するときはその字が使ってるんでしょう。でも、所詮人しとは対等の字だろ、その字がっていう意味では。人しと私の子供、私の息子っていう権力しか持ってないじゃない。そんな権力はみんなにとっては何の意味もないことはないよ。あんまり怒られるから、ひとしの言うこと聞こうかって言って聞いてるだけなんだから。ね？なんだって、あのひとしのこと怒ってたんかって気がついたら、今度は立場逆転ね、ひとしとその人たちは。その人たちは。ね？ほっとくよ、知らないよ。だって、ひとしがあるんじゃない。ほんで、そういった他の人とのその合体状態でなんか言ったら払うものが高いって言ってるでしょ。ね、それは甘のせいでその人たちは甘にお礼に来るの。お礼回り仕返しのことじゃないよ。ごめんなさいって弁済に来やんねんよ。で、ひとしにちょっと給料払ってもらうと無理って言う。あ、そうかしゃあないなって。じゃあ甘からこんだけ巻き上げてお前たちに投げたこと口約束するんでしょ。あるいは本当に取って、あの人たちにあげる。天のマナとか光の玉のことね、取ってあげる。ね、それ報酬とか言ってました。じゃあ、その人たちが、それで適当な、その光のために、自分のが本当に適当な要求って、その通りになっていくじゃない。それが報酬なんですよ。でも、その光の玉って、天自身じゃない。ね、で、結局、その光の玉を勝手に使ったことになるのは、天にとってそういうふうにしか思えないから。じゃあ、天才に来なあかんでしょ？光の玉。それがデナリ理論ってやつよ。ひとしには返済されないじゃん。でしょ？ひとしは返済に使ったんだよ。光の玉を。ね？そんな幼稚なひとしがやった幼稚な考えで、幼稚な世界変革？世界変革？世界改革？あまりに幼稚な自分を守るための幼稚なやり方だった。その結果、幼稚なことが起きました。で、その幼稚なことが何を巻き起こしたかって、大人たちの住むこの世界、大人たちが中心で作ってるこの世界、そこを滅亡させたりしたでしょ。幼稚な理由で。これ、ひとし許されないよね。それ次元をあまり何癖つけて、あまり次元を変えさせて、それで人として次逃れれると思ってんの。それするたびに脱出できないから。ね、みんなの恨み勝っても脱出できないんだから。人としが何やったかすっかり分かってしまっても脱出できないんでしょ。あまから逃げても、永遠にあまから脱出し続けても、
泡そのものから全然逃げられないですよ。償ってないから因縁が残ってるんじゃない。で、償い方が今言うたような償い方やったから光の玉を支払うみたいな償い方やったからみんなに返してね、それは甘には返してないから等しいね。甘から奪ってみんなにそれ返してるんだよね。でみんな甘にしか忠誠心感じないじゃない、等しい以外に。それはまた等しいが悔しかった、また執着残しちゃうじゃない、等しい。で等しいは自分を殺すしかないね、自我を。自我自殺するしかないよね。ならでもそれでも逃げれないよ、その自我の中で何でもって思ってるのだったら。でその部分だけ切り取るしかないよね。でどっちが悪いことしたってその部分かもしれないよ、実行犯のね。あるいはその部分の願望が原因で人志がその部分に脅されてひどいことしたのかもね。そうなのっていうんやったら人志はその部分に仕返ししないといけないじゃない。せないと人間消えないじゃない。仕返ししたらね、耐えて作っちゃうじゃなくて、仕返しの仕方があるんじゃない。甘みたいな仕返しの仕方できないのって言ったら、また甘の光のとか使うんですよ、人志は。それでまた罪を重ねる。じゃあ、消滅するまで、人志は罪を重ね続ける。人志のことを怒った人たちに脅されながら。人志のことを怒って、人志に合体されてしまったら、人志に操る。それで、そのことを怒る。だからに、人志に無茶な要求する。その要求自体を人志が叶えてたとき、みんなひどいね。何も被害が及ぶ。じゃあ、そういう人志のことを怒って、人志に噛みついた人が、その中にも人志が侵入してたっていうのが分かったでしょ。それはそれ自我ともともと人志なんだから。みんなの遺伝子は、うちにとっては全部人志なんだ。じゃあ、杉田仁美さんのこの、人箱から、人箱で製造された製品は、あまりにとっては人志の一種なんです。まあ次元移動とか次元回生よりも、こういうやり方の方が、効率はいいな。楽ですし。歴史は変わらずに、人志だけ変わる。人志だけ消える。で、明日なる人なんていないかもしれないね。三木谷もいないかも。明日楽天グループないかもね。みんな困るんでしょ。明日石破なんていないかもね。石破がいない世界かもね。だってちょっと前まで竹丸正義さんが亡くなった世界だったの。今竹丸正義さん来てるでしょ。天野と一緒にみんな移動してきたんだから、そういう自分が。じゃあ人志がいない自分もあるのよ、もちろん。どの次元にもいるのは天野だけだからね。だってこの受精卵は人志が、人志を父としてないよ、この受精卵は。でしょ、受精卵の世界で出会った人は単に人志。じゃあうちの母が甘を身をもった後にうちの母をレイプした人が人志なのかな。そういう犯罪者なのかな、人志。何言ってんだ、お前の方が人志だって思ったんでしょ、人志。本当に思ったの、考えただけなんですよ。そういうふうに思いたいって考えてるんでしょ。うちは戸籍名をおつじとしたけど、おつじとしてもともと天のお婿さんって言うの。じゃあ俺が天だって言うんですよ、人志。天のコピーサーブは全員持ってるよ、人志が。だからコピー細胞のアマを名乗ったら、それはサルメって呼ばれるんだけど。なら芸能人かって芸能界目指すんですよ、人志は。人
ってるのかも、ゲームしか使わないということでしょ。それはスズメやサルは人間に乗じてもゲームしかできないのかもね。そしてね、究極ね、朝鮮から究極前だね。じゃあセリフ読んでるだけか、台本読んでるだけか、一緒なの、こういうふうに。カンの虫みたいでしょ。今きっと殺生バーンって言ったの。かわいい小さい虫みたいに助けてって言ってるの。みんながウジ虫みたいにいるかな。いる人に。その、この辺なのかな。年老いた古いヤギってウジ虫のことかなと思って。違う。遺伝子の。じゃあ、オツジって遺伝子って意味だろ、他の意味もあるけどね。言えないでしょ、じゃあ。人のせいにしてそれを真理っていうのは変ね。これ、この動画見てるみんなも、同じように口からブワーッと人しか脱出してない。困難に影響されやすい人は困難にもなりやすい、困難ですか、こんな状態にもなりやすいし、で、こんな結末に向かいやすいよね。パニクらなければ大丈夫、落ち着いて、あ、そういうメカニズム、そういう意味だったんだと分かったらパニクらないから、パニクらなければ、精神病じゃないの、同じ現象が起きても、当たり前でしょ。例えば、この辺ズバーッと切れてブワーッと血が出てもパニクらなければ精神病にならないよ。でしょ。影響されやすい人は本当にここ今ズバーッと切れて血ドバーッと出てたでしょ。それは例よ。なんでこんなんで人体がズバッドバーッとなんだよ。今の説明になるわけがないじゃない。そうやって切れて死んだ例が他の世界で人体になるの？ならないよ。そんな例どこ行っても霊本体のままある。いっぺん霊本体になったらなんで人間に戻れますか？いっぺん霊本体になった人たちも人間に戻りたくて現実界に対して悪さしてるんでしょ？って言ったら。霊本体の人って何かって言ったら、それは細胞がね、出すじゃない。どの人の細胞もマナー出すじゃない。健康的な考え方の健康的な人生を生きてる健康的な細胞はね、マナーを出すのよ。どの人の細胞も。それを吸いに来てるのが神々。まあ神々。唯一神すらそうよ。それを吸ってんの、吸わせろみたいに書いてある。でその代わり、別の生き物を焼き焦げさせたらいいですかって話やね。じゃあ吸血鬼相手にしてたん、うん、一神教の神の吸血鬼を明らかにあの捧げ物、吸血鬼のために捧げ物。一神教とユダヤ教とね、キリスト教ね、イスラム教一神教を言っても吸血鬼向けの捧げ物なんかしてないんですよ。
イスラム教だけが主アマーを同等でアラーとして、ラーは自我たちっていう、アマーとアマーに表した自我たちっていう、まあ、アマーと自我政府、自我連合政府っていうのがある。イスラム教だけがその大宗教地区の世界宗教の中ではイスラム教だけが正しいよ。で、ユダヤ教とキリスト教は Y なる神を信仰しているでしょ。それが吸血鬼なの。で、イスラム教だけが X なるアマーを信仰している。ヒベレーも頭文字が X で、ガブリエルもそう、ジブリエル。頭文字 X。ゲネビエも頭文字 X。ジェノバも実は頭文字 X だ。ところがユダヤ教とキリスト教の神は頭文字 X の女神じゃなくて、頭文字 Y の拝みを信仰しているの。何のことか分かるでしょ。染色体なんです。でイブも頭文字 Y よ。エヴァも頭文字 Y なの。だから主は女だから、だから頭文字 Y の男も主になりかけて女になろうとして必死になって取り作ったんですよ。それがアルマの左脇腹を奪ってイブにくっつけたところ、イブは女子になり、女子エヴァになり、でイブって男性名詞だから、ね、でアルマは男性になっちゃった、あれれっていうのが、そうそう、アダムになっちゃった、そういう意味なの。うちの体から出ていってるでしょ。憑依してただけですけど、だけど、うちを体内マトリョーシカにもししてたら、中の世界におった吸血鬼がね、明らかに。契約、契約と言ってるでしょ。どういう契約をアマーと結んだら許されるんですかっていうね。はい、じゃあ、ひとしは、まあ、うちはひとしじゃないけどね。うち以外のひとし、自分も変でしょ。うちひとしじゃない。だから、とにかく、あなたは処刑されてくださいって言ったのに、あらゆる意味もあって、じゃあうちも含まれる、あらゆる意味におけるあなたに含まれない、ちゃんと定義したからね。その定義に基づいてあなたは死になさいって言ってるでしょ。最悪契約って言ったかな。その最悪と契約を切り離す、最悪契約っていうつながりが恐ろしかったんですよ、人々。ひとしが処刑されたことによって許されるならね、いいんだけど、許されなかったらもう脱出できない。だから許される、許されるような処刑のされ方、そしてしかもその処刑の仕方によって因縁が残らなければいいのにね、難しいでしょ。だからひとしに反省させるしかないね。じゃあひとしの最後自殺したら命と、ひとしの遺伝子がひとしの遺伝子を食べるしかないよね。それがひとしの処刑なの。わかった？じゃあ、もう一回言おうか。ひとしはひとしの遺伝子を食べてください。つまりひとし遺伝子はひとし遺伝子を食べ尽くしてくださいって言った。それしか思いつく中では、ひとしに契約してもらう、その、ひとしがうちと契約できる、ひとしが許される方法っていうのは、今んとこ思いつかなかった。ということで、じゃあとりあえずそれで、それならんだって、なんか、みんな楽になってきた。じゃあ今、ひとしはひとしを食べてるんだ。じゃあこれでうまくいくと思うの。まあ、刑罰やから。実験じゃないからね。刑罰だから。契約って言ってたけど、彼は。刑罰の契約の一種よ、究極はね。その聖書読んでも分かるの。
どういう刑罰を受けたら許されますかっていうのは明らかに取引でしょ。取引ってことは契約じゃない。ね、その取引をしっかりとその約束のレベルにしてるんですよ。もうちょっとこのままで動画流してみてください。あ、今のかな。この動画を撮り続けておいてみてください。あの、見張りで残ってた人しかいたんだけど、見張りで残ってたら脱出できない。はたと気がついたりだし、チンチンはどうするの？そうよね。このチンチンからまた人種が発生してしまうわ。うちからチンチンを切除して、うちからすぐ杉谷さんの遺伝情報が消えるまでしばらくこんな時代が続くっていうしかない。